皆さんこんにちは、よしがるです。いつもコメント、ご視聴、チャンネル登録、そしていいねありがとうございます。私はですね、お友達のウェディングに参加しようと思って、オレゴンに向かってるんですけれども、今日は途中で一泊します。ここ今レディンというところに来たんですけれども、そこで一泊しようと思っています。これからねちょっとチェックインしますので、ホテルの様子お伝えして、あと夕飯食べに行こうかなと思っています。今日はここに泊まりますよ。ロビーこんな感じ、ホテルこんな感じです。ちょっと暗いかな。クーラーある目の前に。電子レンジとフリッジがあります。 あとはテレビ。バスルームは、まあ、こんな感じ。まあ至って普通ですね。8時から10時。あ、結構使えるね。夜遅くまで。ではこれから夕食を食べに行きます。はい、ブラックベアダイナー着きました。ね、このレストランね、ちょうど1年ぐらい前かな、お友達のコズエッジとシャスタに行ったんですけど、その時にも行ったレストランで、気に入っちゃったのでまた今回も来ました。シャスタの旅の動画はまたビデオの概要欄にリンク貼っときますので、そちらの方も見てくださいね。わあ、すごい大人気で街みたい。あ、お店のグッズが売ってる。かわいい T シャツとか。これかわいくない？ブラックベアダイナー、ちょっとこれ欲しいな。 T シャツ好きだからね。ちょっとこれもかわいくない？あ、これもかわいいな。全部かわいいじゃんね。前に来た時はこのお店がコロナで閉まってたんですよね。だからグッズが買えなかったんだけど、今日は買えるからちょっと T シャツ買っちゃおうかな。これがねメニューなんですけど、すごいいっぱいあるでしょ。ね、どれにしようかな。前に来た時も写したんですけど、僕のお店全部クマですごい可愛いんですよ。グラスのブラックベイ、ペーパータオルもクマちゃん、チョップもブラックベア、全部ブラックベア、椅子に描いてる絵もベア、かわいい。わあ、すごいかわいい。これがわお、これサイドのサラダなんですけど、めっちゃでかい。いただきます。めっちゃおいしい。全てサイズがでかい。はい、ごちそうさまでした。一応ね、比較的ポーションが量が少ないっていうディッシュをオーダーしたんですけど、それでもかなり多かったです。やばいね、これは。ちょっと今回お腹がいっぱいすぎてオーダーできなかったんだけど、デザートがすごい美味しそうですね。もうこれは次回かな。ジュークボックスとかもあってかわいいね。ということで、ホテルに戻ってきました。 T シャツゲットしましたよ。かわいい。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。コメントも嬉しいです。それではまた。